立体異性体は異性体の一種であり、同じ構造異性体同士で、三次元空間内では、どう移動しても重ね合わせることができない分子を言う。立体異性が生じる原因には、立体配置の違いと、立体配座の違いがある。構造異性体同士の科学的性質が大きく、異なることは、珍しくないが、立体異性体同士の科学的性質はよく、似ていながらも、 わずかに異なるので、立体異性体の性質を研究する、立体科学は科学において重要である。異性体特に立体異性体が重要になる、化合物は、多数の原子の共有結合でできた分子からなる、化合物を呼び、複数種類の排位子を持つ作体である。立体異性体の種類を表す言葉には、歴史的変遷があったが、 現在の科学における考え方は以下のようなものである。有機分子の異性体の分類ある分子 R を鏡に映した構造の分子 S が3次元空間内ではどう移動しても元の分子 R にぴったりとは重ならないとき、分子 R と分子 S は互いにエナンチオマーである。同じ立体異性体同士でエナンチオマー以外の立体異性体をジアステレオマーと呼ぶこともある。 液層や気層では、単結合周りの回転は通常は自由であり、多数の異なる形態を取り得る。従って、これらの立体廃座のいずれかが一致する分子は、同じ立体異性体である。しかし、大きな立体障害などの原因で単結合周りの回転障壁が大きくなると、異なる立体廃座を持つ分子同士を分離することができるようになる。 こうして分離された分子同士は互いに廃材生体または回転因生体であるという。典型的な例はオルトチカンビフェニル誘導体である。一般的ではないが二重結合のシス・トランスイ生体は非常に回転障壁の高い廃材生体であるという見方もある。 光学異性体という言葉は、エナンチオマーの同義語として使われることも、エナンチオマーとジアステレオマーを合わせた分類として使われることもあった。IUPAC では、その使用は推奨されず、エナンチオマーとジアステレオマーを使うことが推奨されている。先行性を示す化合物を表すには、光学活性化合物という言葉がある。有機分子における、 機械生体という言葉は、講義には、シストラン水生体の同義語である。競技には二重結合のシストラン水生体のみを指し、飽和環状化合物のシストラン水生体を含めない。また作体においては、中心金属原子周りの立体配置による全ての異生体を指す。高校の科学では、光学異生体は、エナンチオマーの同義語としての定義があるが、 ジアステレオマーは、発展事項ということもあり詳しく触れられてはいない。また、機械生態は二重結合のシス、トランス生体異生体としての定義があり、シクロ化合物のシストランス生体としての定義を記載している、参考書も見受けられる。AB ベーシックターミノロジーオブステリオケマストリー、外部リンク参照 AB 日本科学会、標準科学用語辞典第2版丸前 初版 AB ・大木道のり、田中元春、大沢敏明、千原秀明、科学大辞典東京科学導入。J ・ジョン・マクマリー、マクマリー有機科学、上、第5版東京科学導入級立体科学 ABK ・ピーター・ C ・ボルハート・ニール、E 賞、ボルハルト・ショア・現代有機科学、上第4版科学導入後、立体一生体、大木道のり、 立体科学第4版東京科学導入。初版162ページ、長倉サブロー、他、岩波理科学辞典第5版科学大辞典編集委員会、科学大辞典第3版協立、初版 IUPAC。ありがとうございます。